岩海事情は、富山県富山市岩海寺に存在した、日本の城、クレハ山の北西に位置する平城、主角の他に二の巡る林があり、それらを水堀で囲んでいた。周りは湿地帯であったとされる。長らく城の所在は不明であったが、平成14年の発掘調査により、井戸の跡や木管、将棋の駒、箸、串揚げ物、多量の陶磁器や、 漆器類と共に二重の水堀を備えた館跡が見つかり、岩海事情と推定されようやくその正確な所在が明らかとなった。四角の周りの堀は幅約5メートル、深さ1.5メートル。城下町内を北陸道が貫通しており、道は防衛のために曲がりくねった造りとなっている。これは現在に岩海寺の七曲りとして伝わっている。 正確な築城年代は不明であるが、少なくとも、上杉謙信に攻め落とされた、天文19年以前までは、遡ることができる。越中国の国人寺崎氏の居城であり、寺崎氏が築城したと思われる。寺崎氏は、畠山氏の家臣であったが、天文19年に、上杉謙信によって落とされ、当主の寺崎幸重家が廃止している。後を継いだこの森永は、 謙信や越中国府山城出身補長職らとの間で巧みに立ち回った。天正六年に謙信が死去すると織田信長方についたが、その数年後には信長に上杉法への帰参を疑われ、天正九年、信長の側近菅谷長寄りによって攻められ落城。森長とこの記録牢は大見国沢山城で切腹させられた。その後岸会事場の長、 資料から見えなくなることから、落城をもって、廃城となったと考えられる。城石は、江戸時代には、水田となっており、堀も江戸時代の中期には姿を消していた。発掘された場所も建物が建つなどしており、全く面影はない。石碑と案内板によって、かつてこの地に城があったことが伺われる。ありがとうございます。